こんにちは。ゆっくりフリースキーです。今回は地形を使ったおしゃれ小技、エアターンを紹介していくよ。ターンの途中にふわっと浮かぶような感覚が気持ちいいトリックだよ。起伏の地形に向かってターンしながらアプローチ。ターンの終わりに地形の頂点あたりでジャンプ。空中でターンが切り替わって、ターンのポジションのまま SP でスムーズに着地。そのままターンを続けて完成。ターンの切り替えのタイミングと、起伏のジャンプする位置を合わせるようにラインを取るのがポイント。空中や着地の後にグラブを掴んだりして、よりスタイリッシュに見せることもできるよ。ウェーブや地形のサイズ、スピードによって浮遊感が変わってくるので、気持ちいいポイントを探して楽しんでみてね。